にちは、ルナです。今日はいつもヘアメイクしてもらってるかなちゃんに中華メイクを教えてもらおうと思います。よろしくお願いします。マジでポイントがめっちゃあって、めっちゃさ、いつもとさ違いすぎない？いや、本当よ、いつもと全然違う、うん、本当。ちょっとかなちゃんのメイクの技がすごすぎるので、ぜひもう盛りだくさんすぎてね、本当すごいので、ぜひ最後まで見ていってください。ではスタート。はい、ではメイクをしてもらいます。お願いします。お願いしますねえ、やばいんやけど。ちょっと今はファンデーションはしている？はい、今ベースメイクはもう終わってるので、これ使っていきます。アンドビーのファンシーラー、ベージュとオレンジ入ってるやつです。これいいよ。え、これ多分みんなメイクさんみんな使ってるんじゃないですかね、最近。オレンジちょっと混ぜながら、でルナちゃんとか結構あの肌が白い方、なので、このオレンジだけだとオレンジ塗ってますってこう浮きやすい。でもちょっとベージュ混ぜながらやってますけど、私はオレンジだけでも全然いける。なんか中華メイクは、なんか中国ハイライトでツヤ感って感じ。めちゃめちゃファンデーションからツヤって感じよりかは、もうハイライトガンガン入れてる中国人の人たちは多いかな。韓国はさ、もうさ、肌からツヤツヤやん。確かに。そこがちょっと違う。最初にオレンジで、ちょっとそのクマの青みとかをこうカバーした上からファンデーション乗せてあげて、肌のムラを統一するっていうか。そういうことか。そうそう、そういう感じでやってました。3のフローレスエシリアルフルイドファンデーション、これ、ね、こっちが明るい、こっち明るいやつ、明るいの使います。はい、中心からぼかすみたいな、外側は基本あんまり塗らないで、全体に塗るとめちゃめちゃ顔を膨張して見えたりするから。そうなんや、なんかファンデーションの段階で顔の立体作っていくみたいな。ここが明るくて、ここが暗いと勝手に小顔に見える。っていうイメージで中心から乗せていきます。めっちゃ綺麗にカバーされてる。かわいい。すごっ。かわいい。完璧。で、顎の下だけ、コンシーラーいろんなのがあると思うんですけど、なんかポイントでそのニキビとか、なんかニキビ跡とか消したいときは、固めのコンシーラーとかを使った方が、あの、ポイントで消しやすい。24インチコスメのね、スティックファンデーションです。はい。スティックの中でも固め、細めのブラシ。そう、めちゃめちゃ細いブラシなんですけど、これでもう、ちょんちょんって。こんな感じで、集中攻撃。完璧です、肌。イエーイ。で、やったら、パウダーを少し乗せていくんですけど、パウダーはやった方がいいのか。パウダーはやった方がいい。特にマスクの社会はね、絶対つけた方がいいと思います。薄くつけていくイメージですね。パウダーもめちゃめちゃ厚く一気に塗ると、なんか笑った時とかのここに、ほうれい線が目立ちやすくなる。だからファンデーションもパウダーも厚塗りしすぎないことがポイント。中華メイク関係なしにね。あ、これは本当中華メイクは関係ないんですけど目元とアイブロウの部分って一番こう落ちやすいし、眉毛とか落ちてほしくないやん。そういうところはちょっとちっちゃいブラシとかに変えてちゃんとパウダーをのせて、しっかり三角ゾーンとかね、落ちやすい人いると思うんですけど、こことかしっかり入れて、で、薄く、なんか中からのツヤは残しますって感じの量ですね。はい。で、ベースは大体終わりかな。でもルナちゃんの眉毛もマジでほんと綺麗だから、特に付け足すところはないんやけど、ちょっと多分ね、輪郭とかはね、よく見たらね、ちょっとまだらになってる部分とかがあるから、そこだけ、ちょっと黒い。いびきそこだけ整えていきます。はい。はい。眉毛の下、
綺麗に整えてきても眉毛綺麗に見えやすい。うん、苦手な人とかはとりあえず眉毛の下のラインを揃えることを意識してやるというか、うんうん、で少し眉山出しながら目尻ちょっと長め、なんかいつもの眉毛と全然違う感じする、描かれてる感じが。でちょっと毛並みもこう上の向きにこう整えてあげて、今ペンシルだけなんですけど、まあ、こんな感じ。うん、全然印象違くないもん。この時点でちょっと強めな感じだもん。そう、マジ強め女子やばい。で、ある程度ペンシルで整えたら、アイダーを乗せていきます。これめっちゃいいの。マック？マック。なんでいいかって、これ眉毛にも使えるし、アイメイクにも使えるし、チーク使えますよっていう。これはいい。なくならん。で、濃い色取って、うん、最初、眉山から眉尻。眉毛バリ濃くなりそう。ルナは、リタバングちゃんとかね、うん、ジョジョちゃんっていう子が好き。あ、さっき見てた子か。うん。めっちゃ可愛いね。これ私、中国メイクちょっと関係ないんですけど、眉山から眉尻は濃いブラウンを今入れてるんですけど、逆にこの眉山から眉頭、こっちは思いっきり明るい色を打つね。理由としては眉毛でも立体感を出すことでより自然に見える、うん、だから全部一気にこうブラウン同じ色ってやってしまうと、あの眉毛がねベタッとくっついてるように見える。確かに確かに、それはある。こんな感じ。多分近くで見たらわかるんじゃないかな、ちょっとだけグラデーションが違う。わかる。こっちは明るくてこっちは暗い。そう、だんだんこう暗くしていくと眉毛締まって見えるから。てかいつもよりなんかすごい眉毛がシュッとなってますね。めっちゃ可愛いよね。なんか骨格が優勝だけどね。うん、マジ可愛い。もうね、何しても可愛い。で、ちょっとだけね、眉マスカラ使う。これ、デジャブの眉マスカラでーす。めちゃね、ブラシが、赤細い。細い。めっちゃ細いの。これ、マジおすすめ。ブラシ細い方がね、眉マスカラどうしてもこうつけたらベタってなりやすいんだけど。そうそう、めっちゃ失敗する。そう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 。だけど眉マスカラあんまり好きじゃない人間やったんだけど。もうデジャブさん、天才的。アイメイク入っていきたいと思います。楽しみー。中国メイクといえば、うん、赤系のね。確かに。そういうイメージだと思うので、これをね、ちょっと使う。何それ、フダキューティー。めっちゃ赤。そう、どういう感じ。これめっちゃがっつり使うわけじゃないんやけど、そうなんだ。そうそう、これをね、混ぜながらやっていこうと思います。ディオールショーフュージョンモノっていうやつ。うん、知ってる。のゴールドの色。こっち割れちゃってて、中身ちょっと気になるんですけど、めっちゃいい。粒子がめっちゃ細かいラメがあって、うん、年齢層関係なく使える。これだ、うん、うん。これ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 。中国メイクって言ってもマジいろんなね、パターンがあるけん。うん。なんか、ちょっとルナちゃんに合わせて、中華っぽいゴール。そう、なんか上品な感じにしていきたい。うん。これをアイホール全体に最初に。見えてる見えてる。今見えてる。こんな感じです。で、目の下にも。この感じにちょっと囲んでいきます。こう囲みました。めっちゃ赤。そう、めっちゃ赤だから、調節しながら見せないと。でも中国はマジ赤って感じ、うん、いや、ほんとそれボルドーみたいな。うん、わかるわかるわかる。赤つけとったらさ、え、中国メイク今日、うん、みたいな言われる。これはブラシでのせます。うん、理由としては指でつけるとめちゃめちゃ色つくんよ。うんうん、やけん赤とかこういうどぎつい色の時はね、ブラシを使います。で、今ね、目尻から入れていきますね。なんか中国メイクの目元って結構切れ長で切れちょ上がってる感じのメイクだから、目尻側をポイントにしたいんですよね。そういうことか。ちょっとずつ赤みを。うわ、すごっ。そんな塗ってないんやけど、でもそんな塗ってはいないんやけど、でもなんか印象がさ全然違うね。違うね、普段がね、眉毛と合ってる。やっとこう、やっとこうね、全体的が合ってきた。内側にはあまり色を入れないの。入れない。少し目尻の下にも赤みを乗せていきます。ウサギみたいになりそうじゃない？
うさぎみたい。あ、うさぎメイク、うん、流行ったね。うん、今赤だけやけんうさぎっぽいかもね。あー、これをブラウンとか、あと混ぜていくんだ。アイラインとかまつげでどんどん変わっていくけん、うん、これさっき登場した、うんうん、ブラウン混ぜていきます。やっぱ赤だけをドバッと乗せるとさ、うん、すごい感じになるけど、ブラウン重ねたらいい感じだよね。そう、マジでそう。なんか日本人の骨格的にさ、赤とかピンクって目元にガッツリいくと目が腫れぼったく見えやすいんだけど、そう、それにブラウン入れるとね、意外とね、いけるんだよね。下もブラウン重ねる、うん、重ねます。でも遠くから見ても目がすごいパッてなった感じ。映える、映えるな、あなた。すごっ。ほんまに。なんかもう今でなんかいい感じ。もう今でいい感じ。で、最後にね、このヘッドアイシャドウたちのグラデーションのね、境目が、うんうんうん、パキッてなってないように、ならないように溶かしていく。アイシャドウはとりあえずこのくらいで一回、はい、終わります。全体を見ながら後で足していこうと思います。はい、この時点でもうちょっと上に上がってる感じの、うん。そしたらまつげ上げていきまーす。はい。エクセルのビューラーめっちゃおすすめ。これマジです。めっちゃ上がるよね。めっちゃ上がる。結構ガッツリ上げたいので根元から思いっきり上げます。痛くないですか？はい。うん。めっちゃ上がりました。マスカラこれ使いまーす。クリオ。うん、おー、下まつげめっちゃ伸びた。下まつげやるだけでさ、目の大きさ全然違う。全然違う。下まつげやる理由は、まあ、モデルさんにするときなんやけど、この上からやってしまったときに、結局下するときまた上向いてもらうやんか。うん、そのときにこうまつげ長いとここにつくん。あー、まつげ、マスカラがね。どういうことか。上向いてもらう。できるだけ束感を出したいので、立て付けしていきます。めっちゃいい感じ。マスカラすごいね。いいね。これすごいいい。しかもカール落ちづらいよね。うん。これめちゃめちゃいい。てかビューラーもいいし。そう、そうだね。これほんと天才。あったよね。キャンメイクのジェルライナー。ジェルライナーなんだ。え、そう、クリーミータッチライナー。うんうん。持っとる。持ってる？うん。これめちゃいいよね。めっちゃいい。書きやすいし、乾いたらね。モデルホテルはスーツがありました。ジェルライナーをそうやって筆に取ってやるの？あ、そう。なんかルナちゃんの目結構ね、まん丸な目だから、うん、キレ長にする時のアイライナー結構ポイントが重要になってきとって、この目元に沿ってこういう感じでやっちゃうと結局根っこみたいなこう、うん、キュッっていうやつになっちゃう、うんうん、だからここのね、輪郭っていうのかな、この目の周りを早めの位置から、あ、三角作るみたいな気持ちでアイラインを入れる。はい、こういう感じ。目をちょっとさ、軽くさ、伏せる感じだったら分かると思う。あの、半開きみたいな。うん。ちょっと顔の半開きぐらいにすると、ここをね、三角っぽいアイラインになってる。うん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 。ちょっと難しいかな。むずっ。でもすごい全然違う。結構もうね、まるってしてくしとる目やけん、可愛らしい印象に見えやすいんやけど、うん、ラインちょっと変えるだけで、多分今左右差やばいと思う。うん。あ、丸だね、こっちは。うん、そう、こっちは。え、こっちの方がいい。そうなん。うん。こっちも同じようにやっていきまーす。すごっ、うん、強っ。強いよね。めっちゃ、すごい。今、目尻しか引いてないんですけど、このまつげのこの間を今から引いていきます。うんうん、ここをね、埋めることで、よりあの隙のない女性になる。うん、中を埋めました。中をちょっとだけ埋めました。アイラインをした後に、うん、私はそのアイラインとアイシャドウの境目をぼかしていきます。境目なんだね、この中心に。すごいね、ここがグラデーション綺麗めっちゃ。そしたらシェーディングしていきます。これ結構ね大事よね。これ大事かも。中華メイクはシェーディング、特にこのノーズの部分が中国メイク強めに入れてるので、うん、いろんな色が入っているね、ハイライトとシェーディングのパレットなので、美容学生さんとかこれ持ってるといいかもしれない。ここを特に低く深く見せたいので、うんうんうん、
ここはちょっと暗めの色を最初中心に入れます。結構変わる？これね、変わると思う。ちょっとだけやってみようか。うん、やばそう。で、その後に薄い、あ、もうだいぶ違う薄い色とかで全体をこうどんどん目の上もちょっと入れる。あ、入れる。え？え、こっちとこっちのなんかこっち立体感すごい。やばいね。大事なのがここを入れるときに眉毛と少しこうなじませながらやってあげると、うん、またこれもね、自然な元からこういう立体のように見えてくれるポイントになるけん、うん、そういうことか。そう、前頭に混ぜながら、ここ濃く入れることで、あの、こう中心が寄って見えるっていうのもあるけん、離れ目がコンプレックスの方とか多分いらっしゃる。うちもそうだけど、うん、結構ここよく入れたりとか、うん、頭入れたりする。ここもね、ここ。すごい。鼻は小さいイメージ、なんかみんな。わかる。ってしてるよね、うん。でさ、ここはさ、ポンって立ってるイメージ。うん。うん。わ、すごっ。ここを修正していく。なんか、はっきりした、この辺が。違う、本物。リアクション芸人じゃん。こんな感じ。できるだけ大きいブラシを使ってあげないと、うん、あの、顔周りムラになりやすいので、ぜひ皆さん、シェーディングブラシはもうね、付属のやつじゃないやつ、大きいのを使った方がいいです。かわいい。クリニーク。クリニークっぽくない。ね、なんか結構色味がね、うん、紫のどぎつい感じ。この、マジかわいい、この3色。ありがとうございます。で、この真ん中の色味、結構ベージュっぽく見えるんですけど、意外とね、発色良くって。少し発色させたいなっていう時にこれ使ってます。うん。ほんと気持ちあるぐらいで。で、何もついてないとこで。なじませてあげます。はい。ちょっとほんのり。ほんのり、ほんのりちょっと。あるかなーって感じぐらいまでチーコ入れたらリップ乗せていきます。リップって何どうなのなんか赤みたいな。いや、うちも真っ赤乗せようかなって思ったけど、結構赤って縁取ると老けて見えやすかったりとかするから、赤は赤でも使いやすい赤の色を使いたい。ブラシを2個使います。こういう。平たいやつと、そう、丸いやつ。で、これはちょっとキコっていうブランドのパレットなんですけど、リップパレット。ちょっと中身汚い。ボルドーっぽい色を使いたいと思います。イタリアのブランド。最初、中心に乗せていくんですけど。ほんと中心だけ一回ガッツリ乗せる。で、ちょっと馴染ませてもらって。うん。ってやったら、このね、ブラシをまた持ち替えて、この丸っこい方で、周りを動かす。この丸いブラシ使うとね、周りがぼかしやすいのと、自然にオーバーリップしやすい。って言ったらいいかな。だから皆さんこれ、アイシャドウのこれブラシなんですけど、一個はこういう風に使えるやつで持ってると、メイクめっちゃもっと楽しいと思う。え、チーかわいい。すごっ。中国って感じ。中国って感じやばいね。で、その後にこれ使っちゃおうかな。私たちの友人が、ももちゃん出してるグラスです。エムグリット。これを、あ、やばい。ついちゃった、中心だけに塗ります。でもこれで普通に街中歩いてたらメイク濃すぎない？え、多分なんかパーティーで行くんかなこの人ってなると思う。でもすごいいい感じ。こんなクオリティに高いメイク自分でできるかな？練習すればできるようになる。できるできる。じゃあ重要な、最も重要と言えるハイライト。これシャネルのです。あー、いいやつね。そう、めっちゃいいやつ。これ撮影でもめっちゃ使う。ラメ入りの方。そう、ラメ入りの方で。これを、まず鼻先にトントントン。で、鼻筋にトントントン。もうなんか仕上げられてるって感じする。なんかね。で、こう顔を揺らした時とかにこうキラッと見えるところで、この頬骨ね、
なんて言うんだろう、女性らしさとか出したいときにほとんど眉の下にないようにハイライト。でなんかここ C ゾーンって言うんですけど、ここがね横顔が綺麗に見えるゾーンで、綺麗にハイライトが乗ってるとね、こう横顔がこうやってほら、なんかうんうん、わかるわかるわかる、これすごい完成じゃない、完成すっごさすがですかなと。ありがとうございます。ありがとうございます。え、すごい、なんか。いや、マジで、横に並びたくない。横に並びたくない。白すぎないよ。やだ。ちょっと、皆さんもね、ポイント、うん、ぜひ真似してみてください。真似してみてください。はなちゃんのインスタとかも概要欄に貼っておくので、YouTube もやってるんだよね。はい、そう、頑張る。頑張ります。ありがとうございます。こちらこそ。みんなかなちゃんの SNS チェックしてみてください。マジで勉強になること多い。え、本当に？そう、メイクとかね。それはマジで嬉しい。そう、はい、では最後まで見ていただきありがとうございます。ありがとうございます。チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。また次の動画でお会いしましょう。すごくない？これはすごい。やばいね。